ホーソンディストリクトアメリカ合衆国オレゴン州、ポートランドのホーソンディストリクトは、ポートランド南東部のから四42番通りに、至るまでのホーソンブルバード沿いの地域を指す。リベラルで、若者が多い住民層と、歩行者に優しい密集した、複合用途開発で知られる。古くは、ジェネレーション X やヒッピーの住民が多く、最近では、ヒップスターの住民が多い。 ホーソンの古風な民家や共同住宅、地域主体の商店やレストランが、その居住者を引きつけている。ホーソンブルバード商業組合は、12番通りから60番通りまでの、ホーソン沿いの地元企業を支援している。この範囲で、ホーソンブルバードが通過する地区は、バックマン地区、ホスフォードアバネシー地区、サニーサイド地区、リッチモンド地区、マウント、テーバー地区である。 ホーソンブルバードは、オレゴン州で、最初の精神病院の共同設立者である、JC ホーソン博士の名にちなんでいる。この道は、もともとは、アサイラムアベニューの名で呼ばれていた。1883年、オレゴン州立病院がセーラムへ移転したことを受けて、ホーソン博士を称えた、現在の名称に変更された。この会称は、アサイラムアベニューという、 不快な名前からの脱却を強く望んだ地域住民からの要請で実現した。ありがとうございます。